レシップ制運賃箱とはワンマン運転を実施している路線バス、旅客列車内での運賃収受を勘弁かつ厳正に行うために設置されている機械装置。また、車掌が乗務している旅客列車においても車内生産を行う事業者局では運賃箱を設置している場合がある。事業者局によっては料金箱、料金機、 乗車料金収納機などと呼んでいるところもある。運賃の収受はもともと車掌が行っていた。運賃箱はワンマン運転を行う路線バスや旅客列車、車掌が乗務して車内生産を行う一部の旅客列車において乗車券を持っていない旅客から直接現金で運賃を収受するための装置である。切符や運賃の投入は一般に旅客自身が行う。なお、 路線バスの運賃収受の方式には、このほかヨーロッパの都市公共交通などで採用されている信用乗車方式やブラジルのクリチバ市の路線バスなどで採用されている社外収受方式もある。ヨーロッパのバス事業では信用乗車方式が採用されていてもバス車内での一回券の現金扱いについては認めている場合もあるが、運転手が手動で生産することが多い。 路線バスの乗降扉は、前扉と中扉の2箇所に設けられていることが多く、運賃箱による運賃の支払い方法には、主として、次のような種類がある。現金払いの場合には、支払いまでに小銭を用意する必要がある。多くの国の路線バスの運賃箱には生産機能も、両替機能もないことが多い。ハワイやマカオの路線バスは均一運賃で前払いだが、 生産機能や両替機能はなく乗車前に小銭を準備しておく必要がある。これに対し日本の路線バスでは一般的に運賃箱に付属した両替機で両替してから乗客が運賃額を取り分けて運賃箱に支払うシステムになっている。高速バスでは高額紙幣の読み取りが可能な紙幣、投入口を装備する機種もある。一般路線では高額紙幣の両替や釣り線が 必要な運賃の生産が不可能であり、高額紙幣が必要になるほど運賃が高額になることがあまりないため IC カードの入金に利用されるのがほとんどである。また、2000円札の読み取りが可能かどうかは事業者によって異なる。日本の東京都内の路線バスの均一運賃エリアなどでは、運賃投入口にそのまま現金を投入すれば、自動で生産してお釣りを出す機能を持つ。 運賃箱が導入されている例もある。整理券方式の宅間運賃では、事前両替による降車時間短縮のため両替方式が主流だが、後日のバーコード整理券による運賃読み取りを前提として、お釣りを自動で払い出す、運賃箱に切り替える例も、平成末期より存在する。最近の一部の金庫には、バスカードや IC カード乗車券用の利用実績データや、 ネガティブデータや収納金額を金庫内蔵のメモリーに記憶、納金機処理時に照合する機能がついているものもある。記憶されたデータは納金機処理時に自動的にダウンロードされ、生産データとして活用される。また、運賃が紙幣を使用する金額になる場合、以前は整理券動用効果とともに同じ投入口に入れる形がほとんどであったが、 IC カード対応の運賃箱の場合は、運転手が操作した上で、両替やチャージの際に使用する紙幣投入口に、運賃のうちの紙幣分を扱う操作を行う、事業者も出てきている。AAB 都市モビリティの主役となる、次世代バスシステムの提案国際交通安全学会、2018年12月17日、閲覧。ABCD 鈴木文彦。 バスタビ最新トレンド2013年111ページ ABC 鈴木文彦バスタビ最新トレンド2013年113ページ AB 秋文社マップルハワイ201716ページ AB 秋文社マップル香港マカオ2016年5ページ AB バスの IC カードリーダー企画は日本と海外で違うエキサイトニュース2018年12月17日 閲覧、ありがとうございます。